30人かける12公演と12公演と12周年特別公演だっけ。だから13ってことかな、確か。だから300、炭酸飲みたいだとお酒って思われちゃうかな。飲みたい炭酸を書きました。これだとオロナインって思われちゃうかな。さすがにオロナイン何個飲みたいっては言わないからいいよね。オロナミンが飲みたいんだけど、オロナインって思われるかな。オロナ C つけとこう。オロナミンシー飲みたい。オッケー、できました。今日のテロップはこちら、オロナミンシー飲みたいでいきたいと思います。今日のテロップはオロナミンシーが飲みたい、イエーイ。オロナミン C 最近飲んでないけど、池田炭酸が好きなんですよ最近。さっきも言ったんですけど、公演の時も言ったんですけど、炭酸が好きで、なんかすごい眠気が覚めてスカッとするじゃないですか。で、なんでなんかオロナミン C ってなんで美味しいのかなって考えたら、なんか瓶に入ってるから美味しいのかな、わかんないけど、美味しくないですか？めっちゃ飲みたいよね。めっちゃ飲みたいな。今飲みたいな。今オロナミン C 飲みたいな。オロナミン C 飲みたいな。健康第一のギフトありがとうございます。確かに健康第一だよね。なんか眠くなってきちゃった。そう、なんか飲み物ってその何の容器に入れるかによって美味しさ変わりますよね。買いだめしてない、買いだめしてないですね。買いだめしとくと、なんか家に食べ物とか飲み物あると食べちゃう、飲めちゃう、飲んじゃうし食べちゃうし、なんかあんまり家になんか置いとかない方がいいかなと思って、なんかあんま買いだめしないんですよね。でも買いだめしとった方が節約にもなると思うけどね。コーラも瓶美味しく感じる。確かに、わかるわかるわかる。あんま飲んだことない。瓶のサイダーって美味しいですよね。瓶のサイダーって美味しいですよね。ラムネか、ラムネっていうか瓶に入ってるサイダーのこと。でもなんかペットボトルのサイダーを最近飲んだんですけど、すごい美味しかったです。ラムネの飲み方きー、容器の口に当たる部分の形状の影響。なるほどね。結構ね、炭酸ね、いける人なんですよ。500ミリじゃちょっと多い。楽勝
楽勝です、楽勝です。サイダーにアイス飲み入れると美味しいよね。やったことないかも。絶対美味しい。飲みたい、食べたい、食べたい、飲みたい。飲み物の話ばっかりしちゃう。でも一生炭酸しか飲めませんって言われたらちょっと困るよね。今冷房つけてないんですけど、なんか最近涼しくなってきましたねって言いたいとこなんですけど、結構暑いですよね今。結構暑いな。ね、なんか秋の空気感じますよね。匂いとか感じますよね。こんばんは、こんばんは。いや、なんか私あのアパートっていうか団地ではないか、なんかね暑いんですよ、めちゃくちゃ。結局寝るとき冷房いらないかなと思うけど、いる。ただ一軒家とかだったらいらないと思う。でもなんか秋って好き、秋は好き。かわいいのギフトありがとうございます。くまさんのギフトありがとうございます。ありがくま。なんか私髪の毛がすごい最近なんか伸びた気がするんですけど、どうも。めっちゃ髪の毛なんか長くないですか？なんか一気に伸びた気がする。扇風機ないと。扇風機ないんですよ、扇風機ないんですよ。欲しいけどないんだよね。実家にある、実家にあります。伸びた気がするね。なんかね最近なんでだろう、わかめ食べてないのに髪の毛伸びましたよ。まあそりゃそうか、切らなきゃ伸びるよね。そりゃそうだよね。ね、めっちゃなんかすごいなんか毛量がね増えてきた気がするの。かわいい、洋服かわいい、私服かわいい、ありがとうございます。ファンの方にプレゼントでもらえいただいたやつを着させていただいてます。好きな秋の食べ物はありますか？好きな秋の食べ物はさつまいも。もうこれはさつまいもに限る。焼き芋大好きです。一日一本食べたいけどっていうぐらい食べたい。海藻よりもタンパク質なのでお肉多めに食べてる。でも鶏肉食べますねよく。だから髪伸びたのかな。待って、タンパク質取ったら髪の毛伸びるって本当ですか？じゃあちょっともうちょっと伸ばしたいから食べようかな、タンパク質。君はダメ。髪の毛タンパク質なんだ。みんなわかめじゃない、わかめじゃなかったんですね。わかめじゃなかったんですね。
私わかめとか海藻食べたら髪の毛伸びるって思ってました。タンパク質か。じゃあ鶏肉食べましょう。鶏肉食べます。私鶏肉食べますわ。決めた。明日からいっぱい鶏肉食べるよ。暑い、めっちゃ暑い。豆乳もおすすめ。豆乳もタンパク質入ってるの？タンパク質ってさ、お肉に入ってるのか。お肉大好きだから最高。髪の毛伸ばしたい。なんかね、そうザクザクになっちゃったから毛先が。ツヤツヤになるのが海藻？じゃあ、え、待って、じゃあさ、海藻と鶏肉をいっぱい食べれば髪の毛にはいいってことか。植物性タンパク質。タンパク質、タンパク質取ることは大事。え、じゃあお米は？お米は食べちゃダメなの？今日お米食べちゃったけど大丈夫かな。今日ご飯普通にお茶碗一杯分食べちゃった。よくないかな。お茶碗一杯分食べました。昨日はおにぎり2個も食べました。それにラーメンサラダも食べました。最近食べ過ぎだよね。最近食べ過ぎなんです。明日から気をつけますっていつも言ってるよね。もう本当にもう人間として私はもうダメですね。明日からってずっと言ってるからダメですね。なんでだろうね。なんで毎日お腹ってすくんだろうな。悔しい。サラダってついてればカロリーゼロないな。いや見ちゃったもん、ラーメンサラダのカロリー480カロリーぐらいあった。ラーメンサラダでパリパリの麺を野菜にかけるやつ、それじゃないやつ。それも好きなんですけど、それじゃなくてなんかラーメンみたいな、なんか黄色っぽい麺が入ってて、その上に野菜とか鶏肉じゃない、鶏肉じゃないな、肉味噌が乗ってるやつ食べたよね。星投げたらバターもらえる、もらえます。パスタサラダ、そうサラダパスタ、そうサラパスタみたいなやつです。今日のさバズらせますは逆ドッキリですね。今日って火曜日だよね。今日バズらせますですよね。お風呂入ってリアルタイムで見れたら見ようかな。バズらせます、毎週面白くて見てるから。あとまあ最後までちょっと見てください。わかんないけど見てください、ぜひ。
見てください。起きとこうかな、起きとけたら起きとこうかな。オロナミン C 美味しいよね。中学の時毎日飲んでた。え、やっぱご機嫌でしたか、その時は毎日。匂わせ？いや、匂わせ？匂わせですかね。匂わせかもしれないです。どうかな。朝はゆっくり、明日、めちゃ特段早起きってわけではないんですけれど、まあ午前中には絶対にちゃんと起きます。前は本当にね、1時とか、お昼の1時とか2時とかに起きてたんですよ、自粛期間は。でも最近は頑張って起きてますよ。チョコラ BB のキウイレモンも美味しい。飲んだことないな。グレープフルーツとなんか普通の炭酸入ってないやつしか飲んだことないな。飲みたい、炭酸飲みたい。明日絶対飲むぞ。えいえい、おう、こんばんは、こんばんは。ぜひレモンローしてください。ランキングを読んでおしまいにしたいと思います。読めないけど、読めないけれど、ルン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 。13位、じゃあ頭文字だけ読めます。13位、リさん。12位、サさん。11位、シさん。10位、アさん。9位、タさん。8位、たさん。7位、くさん。6位、ごさん。や、5位、ん？あれ？どこまで読んだっけ。5位、やさん。4位、えさん。3位、ぽさん。2位、ごさん。1位、しさん。22位、ひさん。75位、読みます、わさん。ありがとうございます。見に来てくれてありがとうございました。そうなんですよね、そうなんですよ。アバターで読むにしても、そう、13位まで皆さんカステラニアを来てくれてて、もうそれはめちゃくちゃ嬉しいので、これからもカステラを着てください。皆さんは絶対にありがとうございました。終わりにしたいと思います。今日はバズらせますがあるので、皆さん見ましょう。見れる方は、見れる地域の方はぜひ見てください。逆ドッキリのやつめっちゃ面白そうだなってずっと思ってて、そう、バイバーイドッキリ大好き池田です。バイバーイ。